在日ファンクは日本の7人組ファンクバンドである。ジェームズ・ブラウンから流れを組むファンクを日本にありながら再認識することを試みている。セイクロックのトロンボーン奏者である浜野健太を中心に2007年に結成。名前の在日という言葉はベースの村上が提案した。なお、このことについて浜野は在日って言葉良くないって言われて、 当初は響きだけいいなだったんですが活動したり言葉の意味をよく考えてみたりすると不思議としっくりきていることに気づいたんです。とコメントしている。結成当初は浜野健太と在日ファンクとしてライブ活動を展開していたが在日ファンクと改名し2010年1月6日にデビューアルバムをリリースした。2011年1月末日をもって バンド初期より共に活動を行ってきた福島、ピート・ミキオが在日ファンクから離れることを表明。それに伴い、新メンバーとしてアトセキ・ヨシヒロの加入が決定。アトセキは、菊池成功主催のデートコースペンタゴンロイヤル、ガーデンの元メンバーであり、自身の所属するバンドスティムをはじめ、エゴラッピンやスーパーフライのサポートも行っている。2014年6月13日、 日本コロンビアよりメジャーデビューを発表。2枚のアルバムと1枚のシングルをリリースし、結成10周年を迎えた2017年、あと関義博が3月19日のライブをもって、脱退することを発表。公認として浜野が率いるニューデイのメンバーである、橋本、キッズ、つよが加入し、現在に至る。ありがとうございます。